アイスティーは、ドイツ鉄道の車体傾斜式高速電車である。アイス3と同様の動力分散方式を採用する。車体傾斜試験、アイス、ティーアイスの高速列車も高速新線だけでなく、カーブが多い在来線にも拡大するため、車体傾斜機構を搭載し、従来のインターシティに代わる列車として、開発されたのが、動力分散式のアイスティーである。 7両編成の411型と5両編成の415系の2種類が存在する。ドイツ南部の給料路線の高速化のために導入され、1999年5月にシュツットガルトからスイスのチューリッヒの間で5両編成の415系の営業運転を開始した。同年秋には7両編成の411型も登場している。 全面形状は同じく動力分散式のアイス3と類似するが、全面形状やライト配置、戦闘部の赤帯の有無で識別できる。411型は2編成、415型は最大3編成の並列運転も可能である。最高速度は時速 230km である。車体傾斜機構はペンドリーノと同じイタリアのフィアット車の技術を用いた。 最大傾斜角は8度で、曲線通過速度は20%向上した。制御装置は、インバータ制御方式を、電動機には参照交流誘導電動機を、採用している。DB と BB の両方のロゴが入った、BB の4011系7両編成のグループ。1999年から2000年に、一時車として32編成が製造された。 また2004年から2005年には二次車として28編成が製造された。二次車は一次車より編成定員が増加している。2007年12月のダイヤ改正に合わせてオーストリア連邦鉄道がドイツ鉄道の411系のうち3編成を購入し、同鉄道の4011型となっている。編成内容は以下の通りである。5両編成のグループ。 1997年に11編成が製造された。教職設備はボードレストランではなく立食形式の軽食堂ボードビストロとなっている。編成内容は以下の通りである。ありがとうございます。